午前9時半にオープンした札幌市手稲区の手稲プール、新型コロナの影響で営業中止が続いていて3年ぶりの再開となりました。感染対策として来場者を5000人に制限しています。混雑状況はホームページなどで確認することができます。プールどうですか？とても楽しいです。楽しいです。寒かったけどすごくみんなで楽しめることができました。今日札幌市内の最高気温は 21.8 度と6月中旬並みでしたが、プールサイドには3年ぶりに子どもたちの楽しげな声が響いていました。手稲プールは来月21日まで毎日営業します。